1日飛ばして9日目、ネザライトインゴットでダイヤ防具をアップグレードします。いただいたダイヤ防具も色々名前ついてるの、しゃれてますね。お前もついにネザライト防具になるのか。まあ全部もらいもんなんですけどね。他力本願すぎなんですけど。ってここだと強化できないじゃん。アップね。危うくエンチャントを除去しちゃうところだったな。もしかしてこれは視聴者の強い恨み？さらっと視聴者を悪用にしないでもらえます？ってことで村人の設備を使ってネザライト防具に強化。この場合だとエンチャントがなくならないの。地味にいいですね。最近のマイクラはかなり便利になったからな。ってことでネザライト防具一式になりましたよ。いやはや、かっこいいですね。まだまだ木材が足りないみたいなのでキコリコリコリ。こうやって地味な作業があるから開拓が進むんです。お前はこういう作業を苦もなくできるからな。最近になって初めて世間一般の人がこういう作業は飽きて続かないということを知りました。作業の楽しみ、もっとわかってほしい。どうして急に片言になるし。夜には育った畑の人参とジャガイモを収穫。空いてる時間に村人との交易材料にしましょう。旗から見ると普通に作業してるように見えるんだが、これはただの息抜きなので作業じゃないです。何そのガバガバ理論。10日目、どうやら本拠点の大規模改修が終わったみたいなので見に行きます。地味にネザーの移動手段がだんだん便利になっていくな。今まで第2拠点で暮らしてたのはこの改修があったからなんですよね。2部は本拠点来ちゃダメ、って念押しされてたので。まあ建築途中とかで来られると驚きが薄れるからな。どうやら下を向いたままついてきてほしいとのこと。いやー、どんなのが待ってるか楽しみですね。けど改修始めてまだ3日くらいだし、でかい建築作り。壁ができてる。え、ちょっと待って、まだ始めて10日だよね。木材が足りないって言ってた理由はこれか。雲が余裕でかかるほどの大きさって、どれだけでかい壁なんですか。雲を取り除くとこんな感じ。なんかもうでかすぎて逆に規模感わからなくなってきました。やっぱお前の視聴者だけあって頭のネジぶっ飛んでんな。いやーそれほどでも。褒めてねえんだよ。どうやら改修内容は壁だけじゃないようなので紹介。まず、二部坂の下がほぼ完全に整地されました。こうやって等間隔に松明が置かれてると綺麗ですね。なんかもう突っ込む気力もなくなってきたわ。次に露天堀が完了した模様。なんかガラスを貼られてると東京タワーを思い出しますね。まずさらっと露天堀してるという恐怖に触れてくれよ。まあこれくらいは普通ですからね。もしかしてまともなの私だけ？ちなみにここから上に登る階段もすでに整備されてます。いやーほんと、やることなすことすごいですね。一日どのくらいの作業があればこれくらいの進捗になるんだろうな。あといつの間にか小麦畑が囲まれてました。土の壁から進化してるのでかなりかっこいい感じですね。おそらく発展に合わせて変えてくれたんだろうな。褒めて使わす、プッチンプリンをあげよう。あんま調子に乗んなよ。デカシューカーボックスがこんなにたくさん。これがあれば大量のアイテムを一度に。うっ、頭が反応を起こさないで。いやー、たくさんの村人を見るのは気分がいいですねー。そもそもこの状況に対して突っ込みたいんだけど。どうやら本拠点にも村人を輸送したみたいです。これで拠点にも活気が生まれますね。ちなみに現在の鉄の保有量はこんな感じ。鉄ブロック換算で43スタック、上々ですね。これが10日間での結果ってことを忘れてると思うんですが。まあ鉄はすでに無限化してるので、これくらい集めないとですね。あとダイヤモンドの在庫状況はこんな感じ。だいたい300個くらいか。ダメですよ、100万個集めないと。ドドドドブラックじゃん。ちなみに本拠点の方にもアイアンゴーレムトラップが作られていました。これで鉄の価値は大暴落。鉄ブロックを足場に使う時代の突入ですね。もうこいつらがやろうとしてることわからなくなってきた。ちなみに二部坂の反対側も順調に整地が進んでます。いつかはここも平坦になるんでしょうね。それをさらっと言うのが怖いのよ。まだまだ紹介していきます。こちら、天空トラップタワーです。これでモブのドロップ品も無限資源になりましたね。現在の拠点周りの地図はこんな感じ。いやはや、こうやって見ると森林が消えて草原になってますね。よかった、これで施設紹介は終わりだな。ははマリサ何言ってるんですか、まだ半分も終わってませんよ。ごめんもう一回言ってもらえる？まだ半分も終わってませんよ。発展させすぎじゃない？ってことでまだまだ施設紹介。こちら、聖職者集会場です。ここにはたくさんの聖職者が集まっており、いつでも取引が可能です。拠点に村人がいたのはこのためか。こうやって見ると、なんかハローワークに見えますね。お前が数年後にお世話になる場所だぞ。ちくちく言葉言わないでよ。次はこちら、全自動羊毛狩り機です。こちらで16色の羊毛を自動で生産してます。ついにモブドロップだけじゃなく羊毛も無限化させたのか。バニラで無限化が可能とか、マイクラも進みましたね。バニラで無限化施設100個作るまで終われませんやるっけ。河川かどっちかにしろや。次にこちら、鍛冶屋です。ここでは武器や防具などを販売するお店のようですが、なんか何も展示されてないな。しかもこの面積にしては職員が多いですね。
え、仕事しない無能集団の集まりってこと？ちょてどストレート暴言やめてもろて。お次はこちら、参加者の資金の増です。現状はまだ少人数ですが、ゆくゆくは全員分作るつもりみたい。なるほど、羊毛が無限資源のおかげでこれが作れるのか。全員がここに増として集まる、なんか壮大になりそうですね。お次は壁裏にあるテーマパークの紹介。なんか左側に見たことある地球儀が見えるんですが、まずはこちら、ファンタジー感あふれる家です。いやすごいですね。建築センス半端ないですね。ちゃんと煙突から煙が出てるのもポイント高いな。視聴者なのに私より建築力上ってどういうこと？世界一意味不明な逆ギレ。どういうことですか？私の視聴者なら建築力が低いに決まってるんですよ。残念だったな。建築力がないのはお前だけみたいだぞ。ちなみにリア充度も視聴者にダブルスコアで負けてたよ。はい、チクチク言葉。ちなみに内装もしっかりしているようです。なんと、地下室も完備してるんですよ。地下室もある家とかオシャレだな。いつか私もこういうオシャンティーな家を。ってことで次の建物紹介に。気を取り直して次の建物紹介をしましょう。なんか今さらっととんでもないのが映った気がしたんですが。はは、そんなわけないじゃないですか。はは、音声高くするのは確信犯なのよ。こちらも内装がしっかりしてますね。いやー、最近のクラフターはみんな優秀なんですね。どうやら地下室もあるみたいだな。おっと、ボタンですか。この世界ですゲームだった。お次は問題のゾーンに、ニグリーランド。もうこの時点でギリギリですね。どうやらこの感圧板を踏んでほしいようだな。これ、実際に踏んだんですけど著作権的にヤバい曲が流れたので全カットしま、視聴者的に回ってて草。いつ訴えられてもおかしくないゾーンを超え建物紹介。ここ、ガラスと水がいい感じにマッチしてますね。建物というよりかはハブみたいな感じだな。ここから4方向へ分岐する、面白い建物ですね。おっと、こっちに何かあります。現代アートじゃん。さらに奥にも建物がありました。こっちは近代的な住宅ですね。ファンタジーだけじゃなく近代的なのも作れるんだな。私の視聴者、もしかして有能説出てきてません？もうこれ今後の開拓全部視聴者に任せてよくないですか？ついに作業も外注化する時代になったのか。お次にこちらは、どうやら倉庫みたいですね。チェストの数がむっちゃ多いな。これ、本気で使い切るつもりですかね。お次はこちらの建物、みかんハウスです。外見からしてみかんだな。うわすっげえすごいみかん。オレンジ系で統一されてるので、ここだけメルヘンチックですね。なんですかこれ、むっちゃ山じゃないですか。線路が引いてあるってことはアトラクションか。ふんふん、どうやらスプラッシュマウンテンのようですね。え、乗ってみたい乗ってみたい。早く私をスプラッシュマウン。ってことで、今回はここら辺でおしまいです。動画の半分以上10日目だったんだけど、さすがは視聴者、安定と狂気を感じさせる作業量です。これで1ヶ月のうちの3分の1が経過。ここから先は中盤戦、どうなるかが気になりますね。じゃあ今回はここまでだな。ってことで今回もご視聴、ありがとうございました。次回もまた見てくれよな。